9月30日に自民党の新しい執行部を発足させる石破新総裁は、10月9日に衆議院を解散し、10月27日投開票の日程で衆議院選挙を行う方針を固め、午後に表明します。最新情報を自民党本部から、フジテレビ政治部与党キャップ木村祐太記者が中継でお伝えします。石破新総裁は30日午前、 自民党本部に到着し、奥にある総裁室に入りました。10月27日の衆院選は、想定されていた中で最速の日程で、政権発足の勢いを使い、短期決戦で勝負に出た形です。石破委総裁は当初、すぐ解散はしないと話し、1日に召集される臨時国会で予算委員会を開き、野党との論戦後に解散するとしていました。 ある議員は、あまり前言撤回しない石破さんが表変したと話しています。この、表変の背景の一つは、幹事長に就任する森山氏が早期解散を強く進言したことにあります。支持率が下落する前に解散すべき、といった党内の声や、2025年の参院選を重視する公明党の声を踏まえ、石破新総裁は早期解散に舵を切りました。 これにより日程は10月9日に解散、15日に工事、10月27日投開票となり、石破新総裁が午後、表明します。立憲民主党の野田代表は、これに否定的です。立憲民主党、野田義彦代表、しっかりと予算委員会などで審議した中で、石破政権の考えていることが国民の前に明らかになって、それから信を問うべきだ。 自民党本部では30日午前9時半ごろ、岸田首相のポスターが剥がされ、新体制発足に向け着々と準備が進んでいます。